皆さんこんにちは、ワンダルギルフィッシュです。では今回はギレンの野望ジオンの系譜ジオン軍編第2部をスタートしていきたいと思います。ではまずはじめにですね、前回最後にもご覧いただきましたが、第2部ジオン軍編のオープニングご覧いただきたいと思います。宇宙世紀0080、後に一年戦争と呼ばれた凄惨な殺戮劇は幕を閉じた。人類はようやく平和を取り戻したのである。しかし終戦を迎えたことにより、地球連邦政府とジオン公国の対立は、地球に住む者と宇宙に住む者との対立へと、その意味を変化させていった。この戦争をきっかけに歴史は大きく動き出す。次なる戦いのための終戦、破壊のための建設、この一時の平和もまた新たなる混沌を迎えるための休息でしかなかった。歴史の果てから綿々と続くこの愚かな行為は、人類が存在し続ける限り続くのだろうか。遥かな宇宙の闇を照らすのは人々の希望ではなく、戦いの炎なのだろうか。人の核心たる新しい人、ニュータイプの出現は時代を照らす光明となりうるのか。人々の平和への思いとは裏腹に、戦いは予期せぬ第二幕を迎える。ジオン公国は一年戦争における圧倒的な勝利によって、地球圏の覇者として君臨していた。有料したるジオン国国民による地球圏の管理運営は実行に移され、ギレンザビを中心とする独裁政権が誕生したのである。だがギレンはその覇者たる地位に自らの手で終止符を打つ。地球自治への徹底的な介入がアースノイドの反感を招き、地球至上主義を唱えるティターンズを生み出す。また旧ジオン派に対する弾圧は、ジオン大君の嫡子キャスバル大君によるネオジオンの決起を促す。だがこの事態に対しギレンは全く動じなかった。全ては敵対勢力を一掃するためのギレンの策略だったのだ。より完全なる支配を目指すギレンの野望はとどまることなく、新たなる惨劇の幕は開ける。ギレン閣下、計画通りです。ティターンズおよびネオジオンは我が軍に宣戦を布告しました。ここまでは読み通りの展開だな。だが敵の戦力が予測よりも多いようだ。ジオンの勝利を快く思わない連中が予想以上に多いということか。しかし敵の数がどれほど多くとも、所詮は烏合の衆に過ぎません。ジオンにあだなす者など、このデラーズが蹴散らしてみせます。うん、予定通り戦いを開始する。全軍に伝えよ。これより我が軍はティターンズおよびネオジオンに攻撃を開始する。愚かな者どもに裁きの鉄槌を打ち下ろすのだ。はい、ここから第2部をスタートしていきましょう。というわけでターンがですね、1ターン目に戻っています。画面の右下ですね、1ターン目と表示されていると思います。あとですね、パイロットも多数離脱していまして、現有しているパイロットもかなり減ってます。まあ黒い3連星とか残っているんですけども、まあ、シャーとかランバラールとかですね、主要なパイロットがネオジオン軍に移籍してしまっています。そのネオジオン軍であり、ティターンズでありといったね、勢力との三つどもえの戦いになっていくかなと思います。ではまず簡単にですね、各勢力をご紹介しておきましょう。まずはティターンズですね。これはジャミトフ率いる、まあ、旧連邦軍中心の部隊になるのかなと思います。そしてもう一つ、シャーの率いるネオジオン軍ですね。ここはニュータイプ部隊もそうですし、あとはね、ランバラルとかそういった優秀なパイロットたちも多数引き抜かれてネオジオン軍に移籍をしています。なので、まあ、彼らとの戦いをしていくというのはね、なかなか苦戦しそうですね。
続いて外交ですね。確認しておきましょう。まあ、ティターンズ、ネオジオンは今ご紹介したものですね。中立都市サイド6、あとは月面都市軍ですね。それと木星船団、軍需産業に敵側の軍需産業です。まあ、この敵側の軍需産業がティターンズを指しているのか、ネオジオン軍を指しているのか、その両方なのかというのはありますが、それぞれ資源であれば供出して、関係を改善しておきましょう。資源であれば資源を提供ありがたくいただいておく。どういう心境なんでしょうね、これ。ギレンからジャミド君に対して資源の供給がされるというのは、おシャアのネオジョン分資源の援助ですね。受け取れというのならばもらっておこう。まあ、こうなりますよね。むしろなんか怪しみますよね。な大丈夫なのかみたいな。援助していただけるのですか。爆弾がなんか仕掛けられてるんじゃないかなんてね、思っちゃいますよね。続いて諜報部の予算も投入しておきます。マックス投入でいいかな。続いて開発しておきましょう。新兵器の開発を第1部で全く進めていなかったので、まずですね、ゲルググこれの初期生産型を一刻も早く作って、モビルスーツの、ね、アップデートマイグレーションを進めていきたいと思います。これゲルググですね。ジオン軍初のビームライフル装備のモビルスーツですね。これ売額投資してでも一刻も早く終わらせましょう。あとは無彩もですね、改良型をこれ一刻も早く欲しいので売額投資して生産のラインに乗せられるようにしていきます。続いてハイゴックですね。これは水陸両用のモビルスーツになりますが、これも売額投資して地球に投入していきたいと思います。続いて各マップご覧いただきたいと思います。赤色ところがジオン軍ですね。まあほぼほぼ全領域、地球、宇宙ともに制圧していた頃に比べると減ってしまっているというのがね、見ていただいて、お分かりかと思うんですけども、この状況からですね、まず国境付近にモビルスーツ隊を移動させています。すべて移動させている、指示を出してあります。国境を固めるというところですね。では続いて各拠点でモビルスーツ生産していきましょう。本当だったらね、新しいゲルググだったりハイゴックだったりっていったものを生産していきたいんですが、まだまだ時間がかかりますので、その間に敵の進攻に備える、あるいはこちらから進攻するということを考えて、モビルスーツの生産を行っておきます。地球では、まあ、ズゴックですね。大陸ではドムを生産しておきます。それと宇宙ではですね、リックドーム2倍ですかね、これの生産を開始したいので、開発新しく入れておきたいと思います。それまでの間、宇宙はですねリックドームに頑張ってもらいましょう。なのでおさらいしておくと、宇宙ではリックドーム2を生産するために開発を進めているものの、まだリックドームの生産に頼っているという状態です。地球では、大陸ではドームを、そして水中戦もね、想定されるようなところではズゴックを生産していきます。まあ、これもいずれゲルググだったりハイゴックだったりっていったものにね、置き換えを図っていきましょう。ではちょっと不安いっぱいありますけども、プレイの方開始していきたいと思います。まあ、通常ギレンの野望だと最初の数ターンは敵も動きはないので、この第2部編も同じく敵の動きはないと判断して、まず部隊を移動して国境を固めて、そこからですね、にじり寄りをしていきたいと思います。あとは露獲したモビルスーツ、高性能機でいうと G3 ガンダムが2機露獲できました。これに乗せるパイロットがいないというのが頭が悩ましいところなんですけども、ちょっと G3 ガンダムに乗せるパイロットもね、検討しておきたいと思います。検討に検討を重ねた結果なんですけども、本当にパイロットがいないので、エギウデラーズ、まだ閣下ではないですね、大佐なので、彼を G3 ガンダムに乗せて頑張ってもらいたいと思います。本来敷地が16ある
まあ、このデラーズであれば、まあ、それこそね、戦艦に乗せて指揮を取ってもらうというのがセオリーだと思うんですけども、残念ながらですね、パイロットが本当に不足しているので、射撃12、格闘8、反応7、まあ、モビルスーツのパイロットとして見た場合も決して悪くない数値にはなってますので、この G3 ガンダムにエギューデラーズ自ら登場、わしがモビルスーツで出撃するというね、そういう設定のもとに頑張ってもらいたいと思います。で、もう一機ですね、 G3 ガンダムありまして、その G3 ガンダムにはガルシアに乗ってもらいました。ここはね、モビルスーツのパイロットとしては格闘反応、それぞれ11、10、これもね、悪くない数字にはなってますので、このガルシアにもね、 G3 ガンダムで頑張ってもらいたいというふうに思っています。ではまずですね、月面都市グラナダ攻略を目指して進んでいきましょう。宇宙8に進撃します。あ、 G3 が破壊された。ちょっと戻ってやり直していきます。はい、少し練り直しました。作戦の概要をお伝えしたいと思います。まず先ほど G3 ガンダムが撃破されたサイド2からの出撃部隊ですが、ここにはですね、エギューデラーズ、まあ、まだ閣下ではないですけど、エギューデラーズが自ら指揮を取って出撃、さらにサイド3本国からはですね、ご覧のリッグドム隊を出して一気にグラナダを目指していきたいと思います。あ、バーワクーからもリッグドム隊を出します。これでですね、宇宙におけるシャアのネオジョン軍を叩き潰していこうという作戦です。で、地上でもこの大西洋をね、攻め取りにかかりたいと思います。部隊出していきましょう。まあ、ドム部隊とですね、あとはまあ図獄隊をうまく噛み合わせてですね、ここも取れる時に取ろうというね、そういう作戦です。まあ、図獄こんだけ出せれば、戦ってくれるかなと思いますね。一時的にガイアなんかをズゴックに乗り換えましょう。これでちょっとでもね、戦果を上げてもらえれば大西洋を落とせる確率が上がってくるかなというふうに期待をしています。まずはネオジョン軍との戦いをね、進めていきましょう。というところでですね、先ほど不甲斐ないシーンをお見せしてしまいましたが、次回はですね、一気にシャアのネオジョン軍を叩き潰す戦いからスタートしていくというふうに考えています。では今回はここまでにさせていただきます。